皆さんこんにちは。8月31日から9月1日にかけて放送された24時間テレビ47で羽鳥慎一アナ、三浦麻美アナと共に総合司会に参加したクリームシチュー上田晋也さん。しかしその司会ぶりには厳しい反応が寄せられていました。2024年の24時間テレビでは2023年に起きた旧ジャニーズ事務所の騒動を受け、旧ジャニタレントが長年務めていたメインパーソナリティは廃止になりました。代わりとして恒例メンバーである羽鳥アナ、三浦アナに加えてゴーイングスポーツ&ニュース、上田と女が吠える夜など日テレで数々の MC 番組を持つ上田さんが抜擢されました。バラエティやスポーツ番組でMC の手腕が光る上田さんの抜擢に発表当時は納得の声も多く上がりました。しかし蓋を開けてみれば次々と毒のあるツッコミを入れていくようなバラエティすぎる MC ぶりがチャリティ番組からは浮いて見えるものとなってしまっていました。 X では上田さんの MC を酷評する声が相次いでいます。なんか上田の嫌みったらしいノリが深い。バラエティならまだしも24時間テレビに持ち込むものじゃない。司会の上田さん、言葉一つ一つがきついです。ツッコミが嫌な言い方です。見ていて大変不快。機嫌悪いの、昭和の上司の酔う、それしか印象に残らない。バラエティ番組のノリやめてください。上田さん抜くととてもいい雰囲気だと思うのに残念。なんか上田さんはタイ芸人とかバラエティ慣れしてる俳優さんとかなら全然いいんだけど、アスリートとかアーティストとかの相手は向いてないんだよな。言い方がきつく感じるからバカにしてるように聞こえるとかなり厳しい意見が飛び交いし、またそんな中お笑いタレントのやす子さんが日本テレビ系24時間テレビ47のチャリティーマラソンを完走した際にはある言葉をかけていました。全国の児童養護施設のために使われる募金マラソンとして行われたチャリティーマラソン、当初は日産スタジアムのトラックを周回していましたが、9月1日の朝からはメイン会場の両国国技館を目指してスタートしました。見慣れたチャリティーマラソンの光景が放送されましたが、ゴールを目前にしたステージ上の違和感でした。チャリティーマラソンのゴール直前といえばパーソナリティや出演者一同がザードの負けないでを合唱し、ランナーの到着まで負けないでのサビ部分を繰り返し歌って待つのが慣例となっていました。ところが今年最後まで負けないでが歌われることなく、代わりに登場したのが XJAPAN YOSHIKI さん。前日も自身のディナーショー会場から中継で出演していた YOSHIKI さんはゴール前の国技館に駆けつけて高校吹奏楽部の生徒たちと生演奏、くれないだと叫びつつピアノで XJAPAN のくれないを演奏して、やす子さんにエールを送った YOSHIKI さん。例年と違う特別感ある演出に思えましたが、 SNS 上ではやはり負けないでが歌われないことに物足りなさを感じる視聴者も多かったようです。近年は高校野球をはじめスポーツ応援の定番にもなっている紅だけにマラソンでも使用されたというところでしょう。しかし老舗芸能プロダクションチーフマネージャーは大人の事情も挟んでいるのかもといぶかしみます。なるほど、ゴール前の演奏に紅が選ばれたのも安子と YOSHIKI の関係を考慮した日テレの忖度ということでしょう。そんな中午後8時41分両国国技館の会場でゴールした安子さんは涙を見せながら、いや走れてよかったなと感無量。総合司会のクリームシチュー上田晋也さんから、天気も天気だしかなりしんどかっただろと振られると、応援してくださった皆さんありがとうございますと頭を下げました。さらに上田さんが足は大丈夫かと気遣うと、安子さんは左足を怪我してしまったんですけど、皆さんの応援のもと走り切ることができました。たくさん応援していただき
ありがとうございましたと感謝しました。その後、上田さんから、安子、本当に良かったなと呼びかけられると、本当に良かったですと安堵しました。上田さんは、ここは持ちネタのはいじゃないのかと突っ込まれ、誰かお笑いを教えてくださいと苦笑いしました。そんな上田さんは7月パリ五輪でのリポートでも炎上していました。上田さんはやはり日テレのパリ五輪中継スペシャルサポーターとして現地入りしており、体操男子個人総合で日本代表岡慎之助選手の金メダル獲得が決まると、やりました金メダルと何度もジャンプして喜んでいました。しかし、あまりのはしゃぎっぷりに、うるさすぎ、主役は選手といった非難が続出したんです。バラエティ番組での MC の腕は誰もが知るところですが、バラエティ以外のフィールドではどうしてもやりすぎ感が出てしまう、結果 TPO を勉強してなどと指摘する声が上がっていました。今回の24時間テレビのテーマは、愛は地球を救うのか。しかし、上田さんの司会ぶりに愛を感じた視聴者は少なかったようです。来年以降、現在のスターエンターテイメント旧ジャニーズ事務所との付き合いを一から考え直す時期に来ているのかもしれません。日本テレビ関係者がこう話すのは、8月31日9月1日に放送された24時間テレビ47、その視聴率が明らかになりましたが、番組全体の平均視聴率は世帯 12.5%、 個人 7.5%、 瞬間最高視聴率はマラソンランナーの安子さんがゴールした午後8時45分の 25.4% と下降傾向にあった。昨年の記録、平均世帯視聴率 11.3%、 瞬間最高 24.8% から回復する結果となりました。系列局社員による寄付金横領問題が尾を引く中、それ以上に危惧されていたのが、2003年第26回の TOKIO から続いていたメインパーソナリティの旧ジャニーズ起用が途絶えたことでした。それによって視聴率が激減することも予想されていました。しかし、それも杞憂だったかもしれません。今年の司会は旧ジャニーズのタレントは登場せず、フリーアナの羽鳥慎一さん、同局の三浦あさみアナ、クリームシチューの上田晋也さんの3人だけでした。上田は制作発表会見で、自分の出演は今年のアイドル枠と思っていただければ幸いでございますとボケていましたが、結局旧ジャニーズ勢で出演したのは嵐、相葉雅紀さんと BE:FIRST の颯太さんらと、ボーダーレスなパフォーマンスを見せたKing&Prince 高橋海人さん、ぐるナイゴチになりますで共演する安子さんの応援に駆けつけたニュースの増田貴久さんだけでした。日テレが直前まで交渉を続けていたという SixTONES や SnowMan らの人気グループは結局出演することはありませんでした。スタート社が横領問題など、24時間テレビのダークなイメージを嫌ったことが理由と言われています。しかし、今まで新人グループの売り出しに協力したり、人気グループ出演のおかげで視聴率を獲得していた両者の蜜月関係は変わっていくでしょう。なにわ男子がメインパーソナリティを務めた昨年は、旧ジャニーズがメインを張るようになった2003年以降で最低視聴率でした。旧ジャニーズ事務所の創業者ジャニー喜多川氏による性加害問題で、被害者らで作るジャニーズ性加害問題当事者の会は今月3日、同会を7日に解散すると発表しました。昨年9月7日に旧ジャニーズ事務所が性加害を認めて謝罪してから1年が経ち、被害者への救済と補償について会として求めてきた大部分は達成できたことを理由としていました。同会は昨年6月に発足し、同7月から本格的に活動を開始しました。平本敦也元代表と石丸志門副代表の連名で出された発表文では、救済と補償についてこれまで500人程度が合意に至っている進捗状況を鑑みて、会として求めてきた大部分は達成できたかと認識していると説明しました。補償に至らないケースについては、
個人の事情もあるためそれぞれの問題として会としては携わっていないとし、補償も救済も受けられず対象外とされたり、申告方法に迷ったりしている被害者については、今後は団体や組織としてではなく個人の活動として被害者の支援等にあたるとしていました。一方、問題のすべてが片付いたわけではないとして、元スタッフの性加害事件や誹謗中傷等の二次被害などの問題が未解決のまま多数残されていると指摘されています。引き続きジャニーズ事件を注視することを求めています。性加害問題がクローズアップされていこう、局内では旧ジャニーズ不要論を主張する中堅や若手も多かったのですが、今回の結果を受けてその声はますます強まるでしょう。24時間テレビは最低でも 10% を超えなければ来年の実施に向けてスポンサーを説得できないと言われていましたが、旧ジャニーズを前面に出さずとも企画次第で数字は取れることが証明されてしまいました。やす子さんの激走が旧ジャニーズ事務所とテレビ局のズブズブの関係に一石を投じる結果になったと言えそうです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。